女の子の名前はカリン。彼女は普通の一家に生まれ、普通の教育を受け、普通の女の子として育ちました。でもたった一つだけ普通じゃなかったのは、彼女の家は吸血鬼一家だったのです。そしてもっと普通じゃないことに、彼女は血を吸うのではなく血が増えてしまう造血鬼だったのです。さて本日のお話は、カリンの造血観察。こんにちは、カレラマーカーでございます。これでも一応カリンの母親ですから、昼間のあの子が、特にいつものあの日がどうなっているのか非常に気になっております。というわけで、お黙り。このように下僕のコウモリの背中にカメラを取り付けて、暴れるんじゃないの。カリンの昼間の様子を撮影してまいりました。早速見てみましょう。あら、自然公園ね、ここ。昼間はこんな感じなのね。しかしまあ、我が娘ながら情けない。こんなにフラフラになって。ちょっと一休みと。まったく、あんな無防備な姿を晒して。ものすごい心拍数に血圧ね。これじゃ病人にしか見えないわね。ダメ、このままじゃまた鼻血が。鼻を抑えて、まあ歴史あるマーカー家の末裔の姿とは思えないわね。こりゃ時間の問題ね。あら、運のいい子ね。ちょうどいいターゲットが来たじゃない。いかにも不幸まみれなサラリーマン。どうしたんだい君。あんな熱い目で見ちゃって、人間の男なんてコロッといっちゃうわよ。ん？カリンもターゲットに決めたみたいね。キョロキョロしてお友達でも探してるの？周りに人の気配なし。え？あら、やったわね。こういうシーンだけは一流ね。ちょっとカリン、長いんじゃないの？ちょっとカリン、やりすぎ。もう失神してるわよ、その男。加減を知らないんだから。ほらごらん、血を与えすぎて今度は貧血になってるじゃないの。すっきりした。アンジュにメールして、これで大丈夫。大丈夫じゃないでしょ。あんたまで倒れてどうすんの。カリン、ちょっと。いけない、これビデオだった。あら、また誰か。ナイト登場ね。マーカ、ここにいたのか。この倒れてるおっさんはマーカだな。さーて、どうするのかしら、この坊やは。
カーリンをベンチに座らせて、あら、カバンを拾って、まあ、手慣れてるわね。汚れたところまで拭いてくれて、まあ見事な腕前だこと。あ、来たな。じゃあこっちはマーカーを。よっ、しょっと。あんなん、カーリンを背中におぶってくれるの。うん。あれ、ムスイ君？あ、起きたのか。あ、うん。あ、また助けてくれたの？あ、なあ、そういう約束だし。そっか。あの、私もう降りるよ。重いでしょ？あ、いいって。もうすぐそこだし。寝てろ。でも。いいから。血が増えるなんて奇妙な特性を持っちゃったけれど、いい目にも合ってるみたいじゃない、カリン。嬉しそうな顔しちゃって。もう一回見ちゃおう。